おや、何してるんだい？あ、母さん、熱燗が足りなくなったみたいだから準備をしていました。そんなこと言って隠れてちびちびやってたんじゃないのかい？今日のお酒は上物ばっかりだからね。え、そうなんですか？それじゃあ私もお一つ。そいつはもう少しだけ待ちな。あと数年もしたらもっといいやつを蔵から出してきてやるからさ。はい、楽しみにしてますよ。もうあんただけでも帰っていいんだよ。何ですか、母さん、また私だけ仲間外れですか？そうじゃないさ。ただあんたもこういう席だと居づらいんじゃないかなって、そう思ったからね。どうして？何年あんたの母親やってきたと思ってるんだよ。それくらいはわかるさ。それに私だってあんたたちのことを思い出さなかったわけじゃないんだからね。仕方ないですよ。あの時とお姉のこれは状況が全然違うんですから。そうかい、分かってんのならそれでいいさね。けどこれだけは覚えておくんだよ。あの時はあんたが憎くてああなったわけじゃない。相手が悪すぎただけなんだよ。彼は悪い人だったんですか？いいや、いい子だったと思うよ。妹を守って懸命に生きてきた姿は私から見ても好青年だったと思う。ただね、ここは雛見沢であんたはその崎の人間だ。自分の意志だけではどうにもならないものが厳然と存在する。そして母さんは私のようにあんたを日陰者にしたくなかったのさ。その母さんは母さんですか？それとも婆さんですか？両方だよ。本当は当主だってあんたをミオンと同じくらい大切に思っている。今のあんたが辛いのは当然だけど、村のために憎まれ役を演じ続けなきゃならない辛さも少しは分かってやってくれないかい？難しい要求です。正直今答えろって言われたらノーしかないです。でもあと少しだけ時間をもらえたら少しは。そうかい。おや、出来上がったようだね。それじゃこのとっくりは私が持って行ってやるよ。すみません、よろしくお願いします。母さん。なんだい？それ母さんの分は2本までですよ。